元気な声が聞こえました。はい、その通りカピバラさんという動物になります。こちらのですね、カピバラさんという名前もですね、ちょっと間違えてしまう人が多くて、カピパラさんと呼んでしまってる人が多いかもしれないですが、ちゃんとした名前はカピバラさんです。歯に点々のカピバラさんです。はい、覚えて帰ってくださいね。はい、ではですね、今からスイカを食べてもらうんですが、その前にですね、ちょっとカピバラさんについてお勉強したいと思います。カピバラさんはですね、こんなに大きな動物ですが、ある動物の仲間です。みんながよーく知ってる動物の仲間ですが、何の動物か分かりますか？はい、分かる人。はい、どうぞ。ネズミ。はい、その通りですね、大正解です。はい、その通り、ネズミさんの仲間になります。こんなに大きいのに、あんな小さなネズミさんとですね、同じ仲間になるんですね。で、ネズミの仲間は齧歯類と言われています。呼ばれます。で、こちらのですね、カピバラさんはそのネズミの仲間、齧歯類の中で最大の一番大きな、ネズミさんになります。こちらのですね、ふれあい動物王国には優しい動物さんですので、ネズミさんの仲間がいっぱいいます。他にですね、今日動物さんいろいろ見て、ネズミの仲間見たよっていう人教えてください。はい、何を見ましたか？わかるかな？大人の人でもいいですよ。何の動物を見ましたか？あ、じゃあここら辺にぴょんぴょんぴょんで飛び跳ねてた、今は日陰で休憩してるあそこら辺のウサギさんによく似た動物は何ですか？わかるかな？はい、あれはですね、マーラさんですね。ウサギさんによく似てますが、あれはマーラさんです。あれもネズミの仲間の齧歯類になります。じゃあ中の方に入って動物さんを抱っこした人、小さな動物さん抱っこしたと思います。なんていう動物か分かりますか？あ、お膝の上に乗せた動物、何か分かるかな？はいはい、そうですね、中の方で抱っこできるのはモルモットさんですね。ペットなどにもよく飼われているモルモットさんもネズミの仲間の齧歯類になります。で、モルモットさんはですね、日本の正式な和名というものがございまして、日本の正式な和名では、天竺ネズミという名前です。で、こちらのですね、大きなカピバラさんは、そのモルモットさんの親戚にあたりますので、同じ天竺ネズミというのがついています。本当の和名はですね、鬼天竺ネズミという名前です。はい、なので今日は皆さんですね、本当のカピバラさんっていう名前と鬼天竺ネズミっていう日本の和名をぜひ覚えて帰ってください。はい、でもう暑そうですので、そろそろじゃあスイカを食べてもらいますね。スイカを食べながら2頭のお名前を紹介したいと思います。はい、今こっちの方にですね、前の方に出てきているのが女の子のですね、ポンちゃんになります。はい、スイカ食べてます。女の子のポンちゃんです。ポンちゃんは4歳になります。で、今日陰の方で休んでて、はい、出てきましたね。こちらが男の子の安尾くんです。安尾くんは1歳になります。はい、皆さんはスイカを食べるとき種を捨てるし、皮も食べないと思いますが、動物さんたちは種も皮も全部食べてしまいます。はい、もりもり食べてますね。はい、ではですね、今食べている2頭の、2頭が食べているスイカは、熊本産の、熊本はですね、ご存知の方多いかもしれませんが、スイカの名産地になります。はい、で、熊本の美味しい甘いスイカを食べてもらってます。こちらのスイカはですね、ファームランドの中にございます、奥の方にありますファーム市場で販売しているスイカになります。では食べている2頭を見ながらですね、2頭の見分け方を教えたいと思います。はい、パッと見た目ですね、こっちがポンちゃんで、あっちは安尾くんですよって言われても分かりにくいと思いますが、
ある見分け方が一つあります。はい、オスとメスのですね違いがありますので、そちらを見ていただくと、オスのポンちゃんとメスの、オスのヤスオくんとメスのポンちゃんの違いがですね見分けることができます。はい、じゃあ2頭のお顔に注目してください。2頭のお顔のですね鼻の頭の上にですね、こっちのヤスオくんにだけあるコブのようなものがあります。でこちらのコブのようなものはですね、オスに特徴としてありますモリージョという名前のコブになります。でこちらのコブは、メスのポンちゃんにはついていません。はい、でですね自然界ではここのコブからベタベタした分泌液を出して自分の縄張りをつけたりメスを呼んだりします。で、後から触れ合っていただくときに触ってみるもらってみると分かると思いますが、とってもベタベタしています。優しくちょんちょんと触ってあげてみてください。で、この2頭はですねオスとメスなので夫婦になります。でこの2頭はですね、夫婦になりますので、いつか赤ちゃんが生まれる可能性もございます。で赤ちゃんが生まれるとですね学びの森ではブログを更新していますので、そちらで最新情報がすぐに出てきます。そちらの日記を見ていただいていると、もし赤ちゃんが生まれた際にはすぐ更新されますので、ぜひその時にはお早めに見に来てください。とっても早く大人になってしまうので赤ちゃんが見られるのはごくわずかの時期になります。どうぞ見に来てこられてください。